はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、闇バクラです。さあ本日なんですが、皆さんはカースネクロフィアというこの最強モンスターご存知でしょうか。本日はですね、このカースネクロフィアをちょっとどうしても活躍させたくて、組んできたデッキとなっておりまして、このモンスターね、この方通常召喚できずにカードの効果でのみ特殊召喚できますっていうモンスターになってまして、除外されている自分の悪魔族モンスター3体を対象に、このカードを手札から特殊召喚しながら、除外されているその悪魔族をデッキに戻すと特殊召喚できるみたいな感じの効果になってまして、まあ、デザイン的にはですね、まあ、ダークネクロフィア1回出して、で、悪魔族ね除外して出して、でその除外したモンスターをデッキに戻すとカースネクロフィアも出るよみたいなあのデザインになってます。でモンスターゾーンのこのカードが相手によって破壊されて、墓地を送られたターンのエンドフェーズに、発動して、このカードを墓地から特殊召喚しながら、自分のフィールドの魔法トラップカードのカード名の種類の数まで相手のフィールドのカードを選んで破壊するよっていう効果があります。あだからあのデザイン的にはね、あのウィジャ版ですよね。ウィジャ版が あると、エンドフェーズにこいつ蘇ってきて、ウィジャ版のそのカードの数だけ相手のカードを選んで破壊するみたいなね、まあ、そういうギミックがあったんですけども、やっぱねちょっとね、エンドフェーズっていう、まあ、段階でそもそも遅いっていうのと、結構やっぱ一回破壊してもらわないといけないんで、結構これ大変なんですよ、この効果2番の効果を発動するの。なので今回はちょっとね、ウィジャ版入れてるとさすがに弱いんですよね。一応ランクまで使ってたんで、さすがに弱いということで、まあ、どうやってやったらいいかなと思って、あの永続トラップいっぱい入れました。デモンズチェーンとか、あのリビングデッドの呼び声とか、まあ、オートリオンものっていうこういうカードがあるんですけど、こういうカードが、あると一応表側でね、あの魔法トラップカードがあることになるんで、これでカースネクロフィア、あの蘇生できると、あのめっちゃ相手 あのカードを破壊できるかなと思ったんで、まあ、この辺は普通に、しかも素引きしてもまあ強いですしね、この辺は、なので入れてますと。で、このカースネクロフィアを、サーチできるこのダークオカルティズムとか、あと、ダークサンクチュアリーとかねこれあれなんですよ、ウィジャ版系のサポートで、ウィジャ版デッキ、ご存知で ある方だったら知ってると思うんですけども、これウィジャ版がどの頃っていうのはあんま関係なくて、今回はこの2番のね効果をあのメインに使っていきます。これもフィールド魔法なんで、一応カースネクロフィアが蘇生した時の、一応その起動効果の要因になれるんで、はい、表側の魔法トラップなんでね、相手のモンスターの攻撃宣言時にコイントスを1回して、表だったら、その攻撃を無効にして相手に、攻撃力の半分のダメージを与えるよっていう、そういうフィールド魔法です。ちょっとふざけてます、ちょっとふざけてますけど、これ結構ね盛り上がるんですよこれ。なので、まあ、入れとくべきかなと。でダークオカルティズムから、サーチできるのは何もビジャバンとか、カースネクロフィアだけじゃなくて、レベル8の悪魔族モンスターがサーチできるんで、まあ、ラバゴーレムとかね、それから、まあ、ダークネクロフィアが入ってると。で、まあ、このギミックをサポートしてくれるあのギミックが一応ありまして、これが、抹殺のダーク スピリットと、あと怨念のダークスピリットっていうモンスターなんですよ。これ1ターンに1度しか使用できないんですけども、相手が魔法トラップモンスターの効果を発動した時に、こいつを手札かフィールドからぶん投げると、墓地のレベル8の悪魔族を特殊召喚できますということで、これでねカースネクロフィアを特殊召喚していくっていう、そういうねギミックになってます。で、レベル8悪魔族モンスターが自分の墓地を食らった場合に、こいつを手札に回収できるよっていう、まあ、そういうね効果ですね。これなんかダメ捨てで使えないっていう、なんか絶望的な最低になってまして、あのカースネクロフィア墓地送られたダメージステップとかで回収できないんですよ。これなんかバグってんじゃないかなと思うんだけど、まあ、一応ね、なんかそのリンクスワインにしたいとか、あとあのベアトリーチェとか入ってるんだけど、ベアトリーチェで墓地を叩きとかに、怨念のダークスピリットとか、マスのダークスピリットとかを墓地から帰ってくるみたいな動きはありますね。でこのギミックだけだとさすがに勝てないんですよね、ちょ弱すぎてこのギミックだけだとちょなんかね強いテーマとね組み合わせるしかないんですよ。そういう時に、まあ、悪魔族のギミックとして非常に優秀なのが悲願ですね。はい、デスガイドと悲願ギミック、まあ、デスガイドはあの召喚に成功した時に、手札で一から悪魔族レベル3モンスター特殊ができるよっていう、まあ、めっちゃ強い効果持ってるん でしかも効果無効になるんで悲願モンスターはぶっ破されないんで、まあ、これ3枚ですね。でスカラマリオンは、エンドフェーズに、ね、悪魔族レベル3の、モンスターを特殊手札に加えることができるんで、これでデスガイド持ってきたり、あとマッサスのダークスピリット持ってきたりっていうことができるんで、これも3枚。グラバースニッチは墓地を加えると、グラバースニッチ以外の悲願モンスター特殊ができるということで、まあ、ちなみにこの先行展開、この時先行マジやることないんですよね。なんで先行展開するときにこの辺のモンスターをね、墓地に送りながら、まあ、ケルベニーとか、
それからダンテとか、ベアトリーチを出していって、まあ、先行では基本的に、まあ、まあ動かし方は対戦とか見ていただければ分かるんですけど、基本的にそのケルビーニ と、ベアトリーチェこの2体が、ね、出ることを、目標にしていくっていう感じですね。でガトルホックは、墓地を変えると墓地の悲願を得書ができるっていう、まあ、展開力のあるモンスターですね。で、ラビキャントはこれレベル3のチューナーで、こいつ、まあ、あんま出さないけどウェルギリオスを出すときに使うっていう感じ。それからファーファレルは墓地を変えると、エンドフェーズまでフィールドのモンスターを除外できるよっていう効果があるんで、これが妨害になりますんで、ベアトリーチェでファーファレル墓地を送ったりとか、あ と、ダンテのね、コストとしてファーファレル墓地を送ると相手のモンスターを除外するっていうギミックがあったりしますね。それから、マサイの戦士、これは、墓地を送られると何でマークマスも送れるんですよ。でこれで、もちろんマーススのダークスプリッツとか送ってもいいですし、悲願送ってもいいですし、カースネクロフィアとか送ってもいいですしっていう感じなんで、これはケルビーニから、墓地を送って悪魔族をなんかさ、墓地を送るように、まあ、2枚入ってますね。でそれからデスガイドから出してくれる、オクトロス、これは、フィールドから墓地を送られると悪魔族レベル8のモンスターをサーチできるよっていう効果があるんで、これでダークネクロフィア持ってきたりとか、まあ、場合によってはカースネクロフィア持ってきたりとかできるんで、まあ、これが1枚。それから、バルバリッチャー、これは、墓地から除外するとこいつ以外の悲願、こいつ以外の自分の墓地の悲願カードを3枚まで対象にして除外すると。でこの効果で、ダメージを与えるっていう効果なんで、これは別にどうでもよくて、除外されている悪魔族がいるとカースネクロフィアが特殊ができるのね。なんでこれは1枚入ってますよっていう感じですね、はい、メインギミックは以上で、エクストラは、使いモンスターはほとんどケルビーニと、まあ、ダンテと、ベアトリーチェ、まあ、それから、マスカレーナアクセスコードくらいですかね。ほぼ使うんだったら、まあ、マスカレーナから出してこれるアストラムとかはあった方がいいと思いますけど、トロイメアユニコーンとか、まあ、ほとんどこの辺のカードがメインになってきますかね、まあ、基本的には、まあ、デスガイドから初動入ってケルビーニ出して、でケルビーニでグラバーソニックとか落として、もう一回そのレベル3、2体を並べてダンテ出して、で、ダンテの上に重ねてベアトリーチェを出して、で先行ではベアトリーチェとケルビーニみたいな盤面で返して、で、ベアトリーチェの効果とか、まあ、トラップカードとかで相手の効果をいなして、で、まあ、3ターン目くらいにカースネクロフィアとかダークネクロフィアを出してぶん殴っていくみたいな感じの動きを想定してます。はい、なかなかね、やっぱね、このギミックだけでは勝てないので結構頑張って調整したんですけどね、はい、ランクまではボッコボコにされましたけども、早速ね、デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、これ、あー、デスガイド来たー。女よ、召喚女の子が通る。じゃ、女の子がマジ通んねんだよ。通るわ、女の子がマジ通んねんだよ。じゃあ、やっぱ手札がつないと勝てないんだなっていうね、のはね、やっぱりつくづく感じますね。ランクもやっていて、まあ、最近は結構ランクまでデッキを調整することは割と多いんですけど、やっぱね、ちょっとね、さすがにね、誘発なしのね、なんか環境でもやってみたいかんだよ、この辺のデッキあったら。なんかさ、まあちょっと、デッキのパワーが高くなりすぎるっていうのはあると思うんだけど、なんだかんだカジュアル戦欲しくね、と俺は思ってるんだけど、そんなのない。まあ、とりあえず一回マサイの選手を送るか。マサイの選手を送って、で、悪魔族をコスト稼いでおいて、で、蹴る B2 の効果、蹴る B2 の効果で、サイの効果で、さらに、ガトルホックを墓地送って、ガトルホックの効果発動を、グラバース、ニッチを特殊召喚していく。これは、まあ、あれですね、手札に被害いるんで、ベアトリーチまで行っときますか。ダンテでしょ、まあ、ここで、これ何枚送るか結構難しいよね、これね。もうなんかそんなに送る必要ねえ気もしないでもねえけど、まあ、一応送っとくか。あー、微妙だな。いやー、ファーファレ全部いったか。まあいいや。ここでね、カースネクロフィアとなんか抹殺のなんか、ダークスピリットとか落ちてほしいんだけどさ、まあそこまでね、都合よくはいかないっていうのが、まあ遊戯王ですよね。からの、ベアトリーチェは手札の悲願を墓地に叩き落とすと、なんか、ダンテの上に重ねてエクシーズ召喚することもできるとかいうなんか謎の効果で、もうこれもいい。で、セットこれ結構妨害量としてはかなりで強いんじゃね。これベアトリーチェのフリーチェなんか、まあ、ファーファレじゃねえや、グラバースニッチ膨張としてあるだろ。で、デモンチェーンで1回向こうあるだろ。で、大取り物で1回パクるあるだろ。これ結構強いぞ。これは結構強いぞ。
なかなかに強力な効果を持っている。まあ、ちなみにテーマ内だけだと、あの、ほんとファーファレルしかないから、今のところ、まあ、アリキーノも一応あるんだけど、ファーファレルアリキーノくらいか。まあ、ちょっと、俺のデッキアリキーノ入ってないから、マドルチェサロン、マドルチェデッキだ。出た。お菓子。お菓子デッキ来た。マドルチェもちょっと組みたいんですよね。デッキとして。超楽しそう。お菓子の王国。マドルチェエンジェリー。なるほど。エンジェリーは、なんかリリースしてなんか持ってくるみたいな効果あったよな。とりあえず、パクるわ。起動効果なんだったらパクるわ。ちょっといただくわ。あざす。あざーす。おっと、こいつは、それは何するマンですか。マドルチェプティンセス、あー、はい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 。はい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 。なるほど。なるほど、龍一。特殊召喚に成功したらなんかだって出してくるね。はいはい、OK。で、特殊召喚する効果を発動していいけど、特殊召喚に成功した時の効果に遅延していいか。デモンズチェーンで。ほい。さあ、君の特殊召喚成功中の効果は無効になっていく。めちゃんこ妨害するやん。このおじさん、トーバさん。はい。さあ、デモンズチェーンで効果は無効になり、攻撃をすることもできない。さあ、プーティンセスルの効果が復活になってしまった。カード落ちもセット。おっと、おっと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 、そんなもんでいいんですか。とりあえずベアトリーチェの効果発動しますか。ベアトリーチェの効果を発動。ベアトリーチェは好きなカードを、墓地に送るとかいうやばすぎる効果を持っている。これグラバーストリッチ墓地送ればいいか。で、マサイの戦士の効果発動していく。で、その効果に遅延してグラバーストリッチの効果も発動していく。で、グラバーストリッチの効果によってデッキからなんか出してくる効果、なんか弱からモンスターが出てくる。で、ガトルホック特殊。はい。で、マサイ効果。抹殺送って、俺のターン。ドロー。一回あの伏せカードをちょっと除去ります。あれ何ですかね。ケルビーに効果使って。で、打点アップする。で、だな、ベアトリーチェ効果発動していく。で、ダンテ墓地に送りながら、カースネクロフィアを墓地に送っていく。で、カースネクロフィアが墓地に送られた場合のに、怨念のダークスピリットと抹殺のダークスピリットを手札に返ってくるとかいう最強の効果を持っているぜ。これによって相手が魔法トラップカードを発動したとき、または、モンスター攻撃宣言してきたとき、墓地のカースネクロフィアは復活する。そして、これは何でもいいですね。この人回収しておきますか。でですね。でですね。あとは、なんか、これコストにすれば強いんじゃね？ファーファレル。これダークオカルティズムでファーファレル捨てるっていう最強ムーブしていい。ダークオカルティズムの効果を発動。ダークオカルティズムの効果により、手札を1枚墓地に送ることによって、悪魔族レベル8モンスター、もちろんダークネクロフィアを手札に加えていく。そして、ファーファレルの効果を発動。ファーファレルは、墓地を借りた場合相手のモンスターを除外するという効果を持っている。そして俺は2体のモンスターでリンク召喚。君からいただいたマドルチエンジェリーは大事に使わせてもらうよ。行け、トロイメアユニコーン。トロイメアユニコーンがリンク召喚に成功した場合の効果を発動。ガトルホックあんま意味ないけど、まあ一応やっとくか。あんま意味ねえなこれ。何の意味もねえけど、まあちょっと一体これでいいや。で、君のセットカードはデッキに戻させてもらうよ。そしてガトルホックの効果を発動。これはまあスカラマリオンかなんかを墓地から蘇らしといて、サーチでも入れておこうか。ダンテを特殊召喚していくぜ。スキル発動、ストームアクセス。召喚条件は効果モンスター2体以上、風をつかめ、アクセスコールトーカー。アクセスコールトーカーの、一応ダンテの効果はチェンジで、ダンテの効果をチェンジ、なんか何かしらのモンスターを回収するという効果、さらにアクセスコールトーカーの効果によって打点をアップするという効果を持っている。これは何でもいい。正直よし、残念ながらアクセスコールトーカーの効果にチェンジすることはできない。あ、ちょっとだけ打点足りねえな。これネクロフィア出す必要ある？
ネクロピア出す必要ないけどねこれ。いやあのね、いやちょっと言い訳させて、マジでネクロピアとカースネクロピアを主役にしたようなデッキでね、ランクマは無理。エンジョイ対戦機能とかあればいいけどね、あればいいよ、そういう機能があればいいけど、ないんだよねこのゲーム。なんか今いっぱいカード実装されてるけど、ほんとルーム戦くらいしかマジで使うとこないから、まあ一回ちょっとこれもういいか、もうトレメフェニックスも行くわ。で2体でリンク召喚、これ総合リンクだからドローできるやん、天才か。トロエミアフェニックス効果からの、オクちゃんの効果、魔剣オクちゃんの効果はですね、あれですね、レベル8の悪魔族を持ってくるっていう、これあれだったらカースネクロフィア後でよかったよこれ。でカードをドローしていく、ほい、いやー今引くんかい今引くんかーい。俺は墓地の悪魔族モンスターの魂を冥界より除外し、コストは何でもいい、正直どれでもいい、現れよダークネクロフィア、バトルフェイスだ。これは最後に、これは最後、トロイマフェニックスでダイレクトアタック、そしてアレックスエスコルトからダイレクトアタック、行け念願殺。カースネクロフィアが出したい人生でした。対戦ありがとうございました。カースネクロフィアマジ出ねえんだよカースネクロフィアをさ活躍させたくてさこのデッキ作ったんだけどさ、マジで出ないんだよね、びっくりするぐらい出ない。あの出そうと思ってたら多分出るんだろうけどさ、そのなんかカースネクロフィア出すのが終着点じゃなくて、まあ言うてデュエルだからさ、なんか勝つのが一応目的じゃん。なんか勝とうとするとさ、カースネクロフィアこれいらんくらいってなるんだよね致命傷じゃねえかそれっていう話あるけどさあ、やべえ、これスカラマリオもう持ってたわ、じゃあもういっか、まあ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 いいや。ガトルホックをゴチの送りたいので、まあ、とりあえずマサイの選手墓地送って、で、まあ、打点上げるのはどっちでもいい。でガトルホックとかいう、豚の効果発動して、豚で何が落ちてるんでしたっけ、あ、グラバースニッチですね、はい、グラバースニッチを特殊召喚、ほい、でまずダンテいく、はい、彼岸の旅人ダンテ、ちなみに彼岸の旅人ダンテはあの松本潤、あの通称松潤と言われていますね、はい、遊戯王プレイヤーからは完全に松本潤さんの あの肖像権を侵害しているって言われてますね、はい、あの顔見てみてください、ほとんど松本潤なんで、松潤なんで、松潤、松潤はちなみにガーシー法にはあの引っかかってます、引っかかってないですか。ちょ最近ガーシー法がめっちゃ楽しみなんですよね何の話や、行け、永遠の宿女ベアトリーチェ、全然悲願モンスターじゃねえのに、こいつ悲願ってつかないのなんで、こいつ悲願ってつかないのなんでなん、意味わかんないんだけどね。まあいいや、とりあえずエンドフェーズで。ダークサンクチュアリとかいう最強カードによって相手は攻撃する場合コイントスを強要されるぞ俺様にな。そしてコイントスの効果がね、でコインが表になると攻撃が無効になる、何プラス攻撃してきたモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手のライフにぶっち当てるという史上最強の効果を持っている。予想外、何できるのこれ。ジャックナイツアブラン来た、やばい強そう。ジャックナイツワンタイムパスコード、おお何そう、俺自分のフィールド上にセキュリティートークン、あーオッケー、なんかユウセイ君が使いそうなカードですね、はい、ユウセイじゃない、ユウサ君が最近あれなんですよ、あ見出したんですよ、ブレインズ、遊戯王ブレインズ、遊戯王ブレインズめっちゃおもろいですね今のところ。ソリティア長いですけどね、あのおよそアニメとは思えないほどソリティアしますけどね、結構面白いです。トレードイン、なるほど、トレイントレイン走ってゆく、トレードインからの手札入れ替えからの、トレードインってさコストレスしてるからさ、ここにさウララ当てるとめっちゃきついっていうのあるんだよね相手。実は生物清掃何してんのこれ、ちょわかんねえわかんねえわかんねえマジで、生物清掃何するも何するまん、
じゃあ一応オルフェゴールで使ってた聖女だったあの杖だったわかるわ。杖以外ちょっとわからん生物。何する人？あリンクスパイダーいいわ。リンクスパイダーは手だから通常モンスターとかしますね。あーオッケーオッケーいいよ。まあ重要そうなモンスターが出てきたらベアトリーチェでファーファレルして分からせましょう。さあ2体のモンスターでリンク召喚。お明星のジャックナイツ。これなんかあれじゃん、YouTube でさあの宮下草薙の宮下さんがさ使ってたやつじゃない。明星のジャックナイツ機械騎士。明星の機械騎士ジャックかっこいい名前。ちょとりあえずそいつの効果だけ無効にすればいいか。あーなんかサーチする系の効果らしいわ。じゃあ無効にするわ。デモンズチェーンの効果を発動。相手のフィールド上のモンスター相手を選択し、そのモンスターの攻撃を無効にし、そして効果を無効にする。はい最強カード来た。ジャックキングキングジャック界最強カード。生物の生存。何するマンですか。自分のデッキの上からカードを5枚めくると。なるほどね、生物カードが加えられると。なるほど了解です。まあそれ止める手段特にないので、魔法トラップを止める手段ないのでまあいいでしょう。で予想外ギルス。あやばい、あでもギルス生物カードじゃねえか。ギルスくん名前すごすぎてさ一瞬生物カードかもと思うよね。ジャックナイツオルフェゴールギルスってお前名前優秀すぎだろっていうね。で生物が刻む傷跡。何するマンですかそれは。打点が300アップするのドドミは。ジャックナイツってのは生物カード1枚捨てて自分で1回1枚取る。ああまあそれも別にいいわ。自分の持ちよべ自分のフィールドの表側表示を持ってたんだからジャックナイツ。あ出たこれあれや、なんか8種類を1枚ずつ違う。やばいやばい、えこれまさかの、これまさかの3戦目パターン。ちょっと待って、これやばいぞ。世界が終わったか。これなんか1回食らったことあるんだよなこれ。8種類なんか全部除外するとなんか俺のフィールド上のカードを手札から全部なくなるみたいな。リーブ21来た。21じゃん。21何すんのこれ。自分のメインフェーズに発動。あそう、じゃあファーファレで飛んでもらうか。じゃあファーファレルで飛んでもらうしかないよな。グラバースニッチを切って、グラバースニッチちゃんの効果、あ間違えた、グラバースニッチの効果とファーファレルの効果が発動するわ。はい、でファーファレルの効果発動。ファーファレルは、フィールド上のモンスター対象をゲームから除外するエンドフェーズまでっていう効果と、グラバースニッチちゃんは、デッキから、祈願モンスターを特殊召喚するという効果。ちなみに今悲願永遠の宿所ベアルトリーチは悲願のモンスターじゃないから、なんか悲願だったら普通死ぬんだけど、このケルビーのリンク先に置いとくことによって知らないっていうね。そういう話。これが悲願デッキ。ネクロフィアどこ行った。よし。いやよし、ネクロフィアはマジでどこ行った。こっからちょっと頑張ってネクロフィア立てるわ。これでまあとりあえず先行だけはなんか違うカードで妨害して、おお抹殺来たいいよ、抹殺来たのはいい。であとはもうこっからネクロフィアをガンガン展開していくしかない。ダークオーカルティムが来ている。波は俺に向いている。どうやら俺には風が吹いているようだな。ダークオーカルティムの効果を発動。ダークオーカルティムの効果により、マスターズのダークスピリットを墓地に送りながら、ダークネクロフィアを手札に加えていく。そしてだな。これはあれだな。先にこっちやな。でケルビーニの効果を発動し、マサイの戦士を墓地に送りながら打点を上げーので、マサイの戦士効果発動しーの突撃の、これは何を送ればいいんだ。カースネクロフィアでもさ、これさ持ってこれるよね、これ送っちゃうんで。これなんか夢みたいな場面できるかもしんねーわ。とりあえずファーファレルの効果発動。しょうがないけどちょっと君どいてくれる。はい、ありがとう。で、まず魔界発原石デスガイドを召喚。デスガイドの効果と、デスガイドの効果によってレベル3モンスター1体を特殊召喚できたら、そうここで特殊召喚するのはもちろん魔剣オクトロス。よし。このカードは効果か無効になっているがあんまり関係はない。よし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 、来た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 、2体のモンスターでリング召喚。 IPマスカレーナ、マスカレーナのさ、そういえばさ、イラスト違い、これは一応発送しよっか。一応発送しよっか。スカラマリオンあるじゃん。これさ、あれだよね、なんだっけ、今何をしたか忘れたわ。
マジで何をしたの今。何を言おうとしたか忘れちゃった。とりあえずカースネクロヒアを手札に加えていくぜ。これは来た、これは来た。そして俺はリンク2のケルベニとリンク2のマスカレーナをリンクマーカーにしてた。あ、イラスト違いだ。マスカレーナのイラスト違いマジで欲しいよ。あのイラストアウトだけものティア1みたいなさ、あのカードあんじゃん。あれめっちゃ欲しいよね。あれなんかあれじゃない、公式大会のあの優勝商品みたいなやつにしたんで、したらいいんじゃない。エッジガイイラストみたいな。リンクスだとね、結構ね、あのエッジガイのイラストがね、なんかね、あの大会の商品だったりするんだよね。で、ケルビーに除外して、で、なんかようわからんこのカード破壊して、はい。で、ほんで、締めのダークネクロフィアですよ。墓地に存在する悪魔族モンスターの魂をゲームから除外し、現れよ、ダークネクロフィア。そして、除外されている悪魔族モンスターの魂を、デッキに戻すことにより現れよ、カースネクロフィア。うー、これがオカルト悲願デッキのパワーだ。かっこよくね、このままかっこいいっしょ。これどうよ、これはオカルトでしょ、これはオカルトできた。もう全然違うモンスターだけど、一人もう一切関係ない、なんかアクセスコードとかとかいう、要は最強モンスターいるけど、暗い年間殺2連だー。うおなんかアクセスコロトーカーとかいうオカルトモンスター強えな。よいしょ、よし、デスガイド OK、 デスガイドは OK。 あ、なんかある、もうすでに光ってるもん、すでに光ってるもん。何これ、増殖する G ですか。まあでもこのタイミングで光るって、増殖する G がなんかディメンションアトラクターかどっちかなんだよ多分。で、魔界発厳選行きデスガイドを召喚し効果を発動。まあ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 、まあ、じゃあまあ抑えるしかないか、抑えるしかないな。これ増殖する G に投げられたらさすがにケルビーニからダンテまで行ってるとなんかやばいほどドローされるから、さすがに1回グラバーストレッチ出して、グラバーストレッチなかったな今、これスカラマリオだったな完全に。ちょ、ミスったな。まあいいや。ミスったね。あ、でも一応あれか。ベアトリーチェになってくるか。これマジむずいな。このなんか増殖ストレージに投げられたときにどこまで行くか問題結構難しいよ。で、松潤出して、で、松潤で1枚ドローはもうしょうがないわ。で、松潤効果発動。で、松潤効果で、これでさ、ワンチャンさ、もうなんかあれ落ちねえかな。あのスカラマリオンじゃねえや、あのスカラマリオン落ちないよね。いやこれベアトリーチいっとくべきなんかな。いやでもグラバースリッチ内蔵してるからまあワンあるか。グラバーストリッチ内蔵してるから別に、あの何バウンスされたところで除外されたところでなんかモンスターはなんか出てくるし、なんかワンチャンありそうじゃね。これ実は一番強かった説ない、実は一番強かった説。あ、スカラマリオン落ちたっけ、いつの間に天才とか。まあいいわ。これはね、あの増殖ストレージを打たれたにしては割とね、なんか頑張った方だと思う。手札相手7枚でしょ、まあ、7枚はまあギリ許容範囲じゃない。テラフォーミング、まあいいよ。デモンズチェーンであとはどのくらいその相手のね、あの展開を止めるかみたいなのがあるけどね。展開奏者やばいね。もう殺意の塊みたいな顔来たね。殺意しかない顔来た。なるほど、殺意マシマシカードで展開奏者効果、一旦一度手札を1枚切るとレベル10モンスターを特殊召喚でき、あ、持ってくるんだっけ、サーチするかなんかできる気がする。はい、ナイトエクスプレスナイト。いやでもね、守備表示だから、俺のダンテ君ね、守備表示だから多分耐えると思うんだよね。しかもなんかあのデモンズチェーンとかいう最強カードあるから、デモンズチェーンでなんかあのジャガーノートリベルここ止めればいいと思ったらなんかやばいのできたわ。ちょ、デリックレーン2だやめよ、デリックレーン2だよくない、デリックレーン2はよくないよ。ちょっとよくないね、それはよくない、それはよくないな、あまりにもよくないな、それよくないね。スペリオルドーラよくないね。
まあ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 、守備表示は別にいいわ。守備表示は別にいい。で、スペリオルドーラ効果発動して、デリック・レーンの効果を発動し、デモンズ・チェーンを割ってくるんですか、それともダンテ割ってくる。ダンテ割ってほしいな。ダンテ割んないかな。これ、ここで発動したところで結局、あれだもんな、デリック・レーンで破壊したから意味ない。一切。一ミリも意味はない。で、これは上に重ねられたらデモンズ・チェーンの意味がなくなるから。これで、ああ、まあそう、でもそっちか。まあでもそっちは、まあそこはしょうがないよ、これね。これ今打ったところで結局関係なかった。でだな、上重ねてエクシーズしてくるやつか、ジャガーのトリベ。いやでもね、これさ、知らないと思うんだよ、俺。これ知らないと思うんだよ。で、デリック・レーンで破壊されるでしょ。で、破壊されるとダンテがどっか行くんだけど、ダンテが破壊されるとモンスターが湧いてくるわけですよ、グラバースリッチの効果により。これが彼岸の耐久力、グラバースリッチの効果を発動、そしてその効果にチェーンし、ダンテの効果も発動。これによって、うらら食らないという話ですね。ですから、マリオンを、回収しながら、グラバースネッチでファーファレルダッシュでいいんじゃない。これさすがに強いだろ。これで俺は知らない。多分。これでファーファレル。いや、多分これで耐えた。これは耐えた、さすがに。1枚除ができる。生き残ったらラバーゴーレムで勝利する。来た、これ。よし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 いいぞ。なんでそのリンク召喚は。ペンテスタック、やばいやばい。ストイックチャレンジ、何その装備魔法、何それ。わからん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 。ちょ、とりあえずジャガードドリーベってさ、さ、モンスターに攻撃、わからん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 。